女子種は日本の民法級規定における用語で女性の子種である。子種は男性であることが原則であるが女性であっても家督相続ができた。女性の諸子、私生児などが一家を創立することもあり女子種もあり得た。女子種が隠居するには年齢は問わないがただ完全な能力を持つ相続人が相続の単純承認をすればそれでよかった。 女子種が婚姻して他家に入るには、隠居するか、でなければ廃家するほかなかった。廃家は、一家創立者であれば自由にできた。原則としては許されない場合でも、女子種が婚姻するためであれば特に裁判所の許可を、得て隠居、または、廃家ができた。女子種が子種でいるままで婚姻するときは、入夫婚姻といって、夫がその家に入った。入夫婚姻の場合に、 女子主が子主の地位を留保しなければ入府は当然に子主となった。この留保をすれば女子主は婚姻後も子主の地位を失わず夫の財産を使用収益する権利を有したが婚姻後の共同生活の費用、子女の教育費などは女子種が負担しなければならなかった。日本の家族制度では女の就職は認められておらず当主の没後、 女子となったため借位を返上した例がある。例えば1940年に死去した元内大臣で男爵の湯浅倉平,平の場合、本人没後妻が女子となったため借位を返上している。ありがとうございます。